今回は、ダンジョン飯第18話に対するリアルタイムでの視聴者の反応を紹介していきます。おう。ダンジョン飯があるから頑張れる木曜日。飯の話よりシリアスなストーリーの方がメインになってきたアニメ。先週の前半、結構大変なことになったしなぁ。他パーティは帰ってしまったぞからの今週へ。マルシル元気出してほしい。食べる側にっこり顔、怖いよな。始まったー。今回の話めちゃくちゃ好きだからアニメでどうなるか楽しみ。シェイプシフターかいや。へ、結婚。血が残ってら。心配するとこそこ？妹を思う兄の鏡。ダンジョン内に雪。本当にいろんなもん流れてるな。まだ下の階層あるのね。そうか、前回の場所なのか。6階まで来れてたのか。すごいパーティーだったんじゃん。置いてきた装備は回収できるのか。モコモコだったもんね。チル暖かそうになってる。チルとマルシルが被り物して丸くなってるのかわいい。戦士寒くないんか。デルガル様、消えちゃった。よくチリになってる人か。よく画像リプで勝手なこと言って消える人。ネットミームおじさん。妄想？雪景色の中歩いてるの新鮮。狂乱しとるわ。ほうれん草してない。会ったことあるの忘れるな。めっちゃ雪投げられてる。雪合戦の勢いが笑い。思い出しただけマシである。せいぜいで500年。この世界のエルフは500年程度なのか短命だな。作品によってエルフの寿命が変わるよね。ところでマルシルは何歳だっけ？いやー話通じないタイプでしょあれは。マルシルさんまたも絵になってる。戦士の目で笑う。戦士がめっちゃうさんくさいものを見る目で見てる。どんどん確信に迫るなー。前が見えねえ。増えてるー。おい5人目がいるぞ。誰かを言う。誰の手でしょうね。マルシルの後ろ誰？一人多い階段。なんか違うところから声が。一人増えてるんでしょ。いっぱいいる。どういうこと？なんか多くねえかってレベルじゃねえぞ。明らかに違うのおるぞ。アメコミマルシル。ニセライオス大きすぎる。なんだこれ。明らかに偽物がいてくさ。一人くらい連れて帰ってもバレへんな。マルシル一人もらうわ。かわいいマルシル一人ください。物騒な地元。とりあえず地元語ってるこいつは本物やな。目のおかしなライオスがいる。食わねば、食わねば。パーティ全員からアホだと思われてんのか。ライオス適当すぎ。偽マルシルひどい。なんかアメリカンなマルシルが面白すぎる。イケメン戦士は引いていいだろ。チルはあんまし変わらないね。チルチャックだけ似てるな。チルチャック見分けつかねえ。チル一番右絶対違うでしょ。これ誰の思考だよ。ちょっとバタ臭いマルシル。声もちょっとバタ臭いの笑う。おもろ。間違いを探せ、みたいだ。ライオスさん他人に興味なさすぎてこういうこと難しそう。ライオスは人に興味ないからな。興味持て。全員対いいほ。しらあ。残ったやつ難しいな。いや戦士の一人は明らかだろ。偽戦士わかりやす。キリッとした顔の戦士で受けてしまう。時間経過で補正されるのえぐいよね。かわいいチルチャックください。かわいいチルは戦士だな。マルシルどんどん髪型変わるからな。どの髪型も萌えで困る。どれもかわいいからよし。バカいてくさ。あぶらかたぶら。明らかにアホ。しょっぴけ。所持品で2択まで絞りれたー。シェイプシスターおとなしく従うのが面白すぎる。いや、わかるやろ。まだ結構わかりやすい偽物いるぞ。戦士の顔明らかにちげえって。偽物も必死だな。ダメそう。解像度悪。信用なさすぎてくさ。ライオス、主人公にあるまじき信頼感のなさよ。ダメかもしれません。わからん、こんな作画の違い毎回あるぞ。初期に比べるとマルシルも随分丸くなった気がする。正直、戦士は技術でも差し支えない気がしてきた。かっこいい戦士が面白すぎる。信頼を失ってる自覚はあるらしい。大丈夫、お前の信頼は底根だよライオス。わろた。あまりにも信頼がなさすぎる。料理バトルみたいになった。新どっちの料理賞。果たしてライオスは偽物をあぶり出せるのだろうか。面接官ライオス。こう見ると確かに違うな。くさ。B が可愛すぎる。B の目が澄みすぎてる。基本いいやつが偽物になってる。浅ましい顔って。浅ましいとか言うな。やめたれ。チェック罵倒。A が本物ですね。黙々。全然わからん。
人形に反応した。人型はカミバだろ。冷静マルシル。やたらかっこいい声なマルシル A。騒がないマルシルさんは物足りないな。マルシル B は偽物っぽい？どっちも本物っぽいけど。だんだんわかってきたな。難しいな。みんなダメに見える方が本物だろ。イケメンすぎ。みんな AB の演じ分けうめえ。声も凛々しい。そっちと仲良くなんなよ。ライオス、ダメだこや。イケメン戦士はライオスの記憶から来たのかな。お前のイメージだろ。手際だけじゃ判別はつかないな。戦士の演じ分けうまいなぁ。キリ。言っちゃった。やっと指摘されて。くさ。戦士もさすがに同様。戦士かわいそすぎる。クソはロタ。ガバ判定くさ。本物困惑。こいつ今、面白そう、つったか。見解、センサーにならない？ケンスケならわかるんじゃないか。美味しそうだ。ピラフ美味しそう。お、合ってそうな気がする。悪口ばっかじゃねえか。間抜けな方ひどい。評価がひどいのに多分合ってるという。理由がひどいけど合ってて草。戦士の間抜け面が可愛いんだよ。同キャラ対決。ミュウツーの逆襲だ。ミュウツーの逆襲みたいになった。マルシルたちが詠唱されないように口押さえてるのいい。魔物側の分析をし始めたぞこの男。すごい考えてるけどみんな揉めてるぞ。なんかいるな。ちゃんとしている。プロファイリングすごいな。プロライオスのお仕事。来るか。やるんだな、あれを。ライオスの必殺技だ。何の動き？なんだそのポーズ。どうした？お？犬やないか。ワンワンを。犬真似うめえ。なんというリアルな鳴き声。犬の鳴き真似本当にうますぎる。人間の生態じゃねえだろ。ワンちゃんたくさん。雑巾。雑巾推しです。雑巾に出番をやれ。犬の真似がすごくうまいってハリンが言ってたな。意味わからんけどほんと面白い男だな。枯れた森像。そんなタヌキみたいな幻だったのか。九尾の狐やんか。八つ尾のタヌキ？狼？はい、魔法。シュドーン。爆散。ライオスくるくる飛んだ。何これ。マルシル、ライオスごと打ち上がった。ロマン、なし。はい。俺は正気に戻った。変な奴だな君らのリーダー。くさ。料理が葉っぱに。さすがライオス、魔物がメイン。ちゃんと見てた。ちゃんと観察してた。ちゃんと見てるじゃないか、さすがリーダー。ああなるほど。至極まともで説得力ある理由だな。くさすぎる。忘れてた。アホな方が本物。逆にね。これ一本で食ってる。もふもふなでなでしやがって。わろた。気づいてねえよ。魚卵増水バレちゃった。オチが完璧じゃんか。は、で増水って気づくのすごい。おやつにはあいってなるのかわいい。デザートも食べたい。ちゃばー。まるでヘンゼルとグレーテルだ。戦士、拾ってる。ちゃんと拾ってやがる。食材を無駄にしない戦士はさすがだな。忍者。行方不明になってた黒子さんかな。首脳のとこから逃げたやつ。あ、足抜けしたというやつか。そういえば逃げてたな。終わるのが早いぜ。話の作り方うますぎるストーリーだ。足抜けした人か新メンバーにでもなるのか。今までファリン救出でいっぱいいっぱいだったから、こういう日常会がすごい久しぶりに感じて楽しかったな。先週のダークアクション展開から今週はゆるーくて笑えたな。魔物を介してなら人並み以上に人間観察できるライオス特殊すぎる。迂闊だったマルシルが本物だった。チルチャックと戦士は迂闊なのが偽物だって判断されたのにマルシルだけ迂闊だから本物だと判定されたのマジくさ。結局見た目的にはダメな方が本物というのがこのパーティらしいというかなんというか。明らかに見た目でわかるのがいるんだけど。戦士 B は声もちょっとかっこいいよりだったな。前回までも面白かったけどやっぱ魔物の生態とその対処法見る方が好きで楽しいな。あっちも、これ一本で食ってるわけだし。キラキラの灰が染みるぜ。主題歌タイトルが出るとこマジで好きすぎる。曲名やアーティスト名が出るタイミングがほんと噛みすぎる。次回予告ないのも潔くてでよき。シェイプシフター界見れてよかったー。グアネバのライオスが漫画以上にでかくてチルからの目線ってこんななんかなって。今日も面白かったわ。マルシルの二択は間違えちゃったわ。犬のモノマネがうまいの回収、うますぎた。犬のモノマネどころか、犬化してんじゃねえかライオス。犬のとこ動きすぎ増えた。Z
前回のシリアス多めも面白かったけど、やっぱりギャグ成分マシマシの方が楽しい。最後まで笑えた。偽物判定されたシェイクシフターがおとなしく檻に入ってくとこがなんとなくおかしかった。兄さんは犬のモノマネがうまい、と以前ファリンが可愛くそう言ってたけど、そんなレベルじゃなかったよね、うますぎる。今回はここまでです。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。では次回もお楽しみに。